内山高鐘楼指定所消防現像促進是仏第1回昭和55年3月15日京都総選寺にて収録。このテキストの1枚2枚3枚と巻いて右の方の消防現像促進是仏、消防現像促進是仏、仏仏そそいまだ免れず保認しきたれるは促進是仏のみなり、しかあるを祭典には促進是仏なし、新端に初めて聞ける、学者多く誤るによりて静寂受釈せず、静寂受釈せざるゆえに多く下道に霊落す、いわゆる促進の輪を聞いて知人思惑は衆生の旅地年閣の御発菩提心なるをすなわち仏とすと思える、これはかつて彰子に合わざるによりてなり、下道の類となるというは、祭典寺布告に下道あり、千二と名付く。彼が賢女の曰くは、大道は我らが今の身にあり、その手いたらくは、たやすく知りぬべし、いわゆる苦楽をわきまえ、霊断を自治し、通用を了知す、万物にさえられず諸教に関われず、物は古来し教は消滅すれども霊知は常にありて不変なり、この霊知広く周辺せり、恩賞願霊の各位なし、その中にしばらく猛暴の空下ありといえども、一年相応の地へ現れぬれば物も傍じ、今日も滅しぬれば霊気本性一人寥々として陳情なり、たとえ真相は破れぬれども霊気は破れずしていずるなり、例えば忍者のしっかり役るに車種入れて猿がごとし、少々霊霊としてある、これを各社記者の章という、これを仏ともいい悟りとも称す、自他同じく不足し名語ともに通達せる、万法諸教ともかくもあれ、霊知は教とともならず、己と同じからず逆行に常住なり、今現在せる諸教も霊知の所在によらば真実と言いぬべし、本性より演技するゆえには立法なり、たとえしかありとも霊知のごとくには常住ならず、存没するがゆえに明暗に変わらず霊知するがゆえに、これを霊知という。また神話と称し格言ともと言い、本性と称し本体と称す、格のごとくの本性を悟るを常住に帰りぬると言い、鬼神の大師という。これより後はさらに生死に露天せず、不生不滅の生界に昇入するなり、この他は真実にあらず、この生を表さざるほどに三界六道は狂気するというなり、これすなわち千二下道が剣なり。まあ今読んだ文章は正法現像にしたら優しい方わかりで、大体どういうこと書いてあるかわかるわけですが、
この促進是仏ってもね、促というのは東西前世っていうんで、まあ大体今の日本語で言えばそのままっていうのがですね。それで結局心は心だし、是はこれだし、仏は仏だから促進是仏っていうのはそのまま心がこれ仏っていう、まあ現代語に言えばそういうことですよね。でこれについてね、我々が促進是仏っていうのをすぐこう理解するのは、即っていうからね、この我々が今即ってやすぐ即席ラーメンを思い出すつまりお湯さえかけりゃすぐ食べられるっていうね、いわゆるインスタントだと思う、即っていうとね。それから心って心っていうとコロナ、それで、うん、コロってはまあみんな自分たち持ってるコロってね、これは親しいからね、要するに物を知覚したり物が分かったりから考えたりっていうね、そういう旅地明確だ旅地分別するいわゆる心理的心を心の心だと思う。それからこれっていうのね、これっていうと何ここにいろいろたくさんある中でこれこういうふうにね言うのがこれだと思うでしょ。から今度は仏っていうのがね、これもあれだ、うん、まあ小さい子供でお母さん亡くした子供にね、人が言って聞かせてんの、あんたのお母さんはな、そのあれだ、うん、なんていうかな、仏さんにならしゃって、そのあの世からあんたを見守って くださってる社会に、まあ私の京都弁はちょっとたどたどしいけどね、まあそういうようなことを言うじゃない、そういうのが心だと思ってる、あ仏だと思うもんね。でそうして結局今言うような考え方で促進是仏っていうのを受け取るとするとですね、そうすると今ここに書いてあるように死後霊魂がですね体からもぬけて、そしてどっかあの世行ってこの世の続きをその生きてる、そのぐらいに考えるわけね。要するに俺の今旅地分別する心がね、こう体からもぬけて、そしてどっかあの世行ってこの世の続きを生存の続きをまた死後の世界で、やるぐらいに考えちゃう。でまあそういうような、うん、促進是仏がそういう話になっちゃう。でそういえば今のまああれだね、新興宗教ね、まあ私新興宗教の本で読んだのは天理教の本と創価学会の本が、あ創価学会じゃない、成長の家ぐらいの本しか読んでいないけれど、成長の家でもまた同じようなこと言ってるもんね、心だけがあるって。そうすると今の新興宗教と同じことをね、この道元禅師の時代も、うん、仏教の内部の人が、それから座禅やる人たちでも促進是仏っていうのをその程度で理解してる人が多かったっていうことね。何新興宗教ってこの頃になって始まったことじゃないんだ。昔から仏教っていう内部でもって新興宗、今の新興宗教的考え方の人が多かったっていうことですね。でそれに対して、うん、道元禅師が言われるのに、仏法としてはね、即も真も是も仏も
全くそんな意味じゃないってことです。で、仏法そのものっていうのをね、知らないで、そしてそういう即心是仏っていう言葉を冠すると、この飛んだ早とちりして、そして全く見当外れのものを仏法だと思って受け取ってしまうということですね。その点ね、その言葉ってやつは妙なもんで、実物知らないで言葉聞くと全く見当外れになるっていうことね。これでもって私すぐ思い出したのはね、私自身のね、まあ失敗話、私自身の失敗話っていうのはまあ珍しくはないけれど、その、あれですね、大体私は時代を早取りする男だもんね。だからちょうど今の現代っ子っていうのが、それこそ横のものを縦にすることも知らないじゃない。それと同じような現代っ子の敵、その人間っていうのね、そういう人間として育ったんだ私は。だからまあ今の現代っ子見てて、俺と同じようなもんだなっていつも思うんでね、今のやつはってね、そう憤慨する気にはなれない。しかし俺みたいなやつばっかりがゾロッとこうできちゃったらどういうもんかなと思うだけで、ね、ところがね、それで年だけ取って、それで30になってから坊主になったんでしょ。で、坊主になって時にはだから本当に何にもできない、人間が坊主になった。そしてしかもその当時の沢木門下ではですね、それこそね、出たり入ったり出たり入ったりしててね、その雲水として修行僧としていつくやつが、いないんだ。それで今のの安泰寺のようにね、10年選手がさ、ゾロッといるんだったら、これは非常に安定してるんだけど、それみんなせいぜい1年か2年ぐらいで飛び出していっちゃうから、このぐる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 回転がいい。それで結局私が 4,5 年目には一番古参和尚になっちゃった。それで結局の話、あれもう昭和16年に坊主になって、昭和20年の頃には、私が一番古参だからね、そうすると沢木老師の門下でもってとにかく全て取り仕切らなきゃなんなくなった。采配を振らなきゃ、そこで大間違いができてくるもんね。私は何にもできない男なんで、4,5 年経ってみたら、もう采配を振らなきゃなんないっていう言うからね、沢木老師も頼りなかったと思うんだその今にして思ってね、沢木老師も頼りない感じがしたんだと思うんですね。で、昭和ね、20年の終わりから、23年までの丹波の十方寺っていうところにいたんです。この丹波の十方寺っていうのは天寺のその留守居役に行ってるわけですね。そこへ借りて入ったんです。ところがその丹波の十方寺は本堂は、三軒四面ぐらいの本堂、その他に栗っていうのがね、六畳間が四間こうただ並んでるだけなんで、もう間取りっていうのは簡単だわ。そして沢木老師の帰ってきた時は奥の間って言っても同じ六畳間四間のうちの一つだけど、そこを方丈にし、
あと我々がいたわけね。でその頃初め行った頃は4人だったんだけれど、それからあの終戦になって若い連中は帰ってきて、そして時代がもう急変化する時代だもんだから、何が何だかわからないって、坊主にでもなろうってやつがはって、要するにボツだ、ボッタム坊主ボッタム坊主がゾロッとできて、で一番多い時は9人いた。でその、まあ、4,5 人の頃ですの接心したんだ。十方寺という寺は本当にあれでこうやって接心してるとね、ネズミは堂々と出てくるの、目の前を通るんだね。それでもまあじっと見てるっていうね。それからこう歩くと、こういう敷居のそばを歩くとそこの障子が脳貧血起こしたりね、ふーっと倒る。それはそうね、面白い。まあ私はそんな寺ばっかり歩いてんだからやんなっちゃうけど、あんなの見たことないよ。その敷居にふーっと、そうするとまあそこだけ下がるわけだね。だから上の方が外れて脳貧血を起こしたりふーっと倒れてくるんだ。あれは思い出しても笑っちゃう。そこにね、接心が終わったところにお客さんが一人来たんで、まあいつでもずっと我々のところ精神の挙句には、すぐお風呂沸かして童心にまず入ってもらって、それからっていうあれだもんだからね、それでお風呂炊き始めて、そこへお客さん来て、私が童心のところ案内して、そしたら童心がお湯沸かせって言ったんですね。はい、今沸かしてますってこう言う。そしてこっち帰ってきて、ダイアンさんっていうのはその時風呂を沸かしてるんで、ダイアンさん早く沸かしてって言って、そしたら一生懸命どんどん沸かしてるわけ。そしたら湯はまだ沸かないかって、ね、その老子が言った、はい今沸かしてますって前から言ってるのね。そしてまた湯はまだかって、ね、はい沸かしてますって言って2、3遍言ってった。そしたらまあ6畳4間のとこだから、本当は騒ぎ星がわざわざ台所に出てきて、お客さんが来たらお茶ぐらい出せ。それがな、私は坊主になる以前、そのお客さんが来たからって言ってすぐ接待するっていうようなことは慣れていないでしょ。それでそこへ持ってって坊主になってからは、その戦争中でさ、島根県行ったりなんかしてるんだから、これもお客が来てね、お茶を出すっていう風景じゃなかったもん。それだからお客が来てお茶沸かすなんて思いつかない。それでね、あしたらその時も沢木老師が言った、言を通ぜざれば眷属にあらずってね、言ったのね。その言語通ぜざれば眷属にあらずっていうのがまたピンとこない。本当に通じないんだね。それがまあ坊主になってから 4,5 年目の話でしょ。それからまたね、今度、昭和24年に安泰寺来たわけです。でこの安泰寺来た頃は私が坊主になってからまだ8年目か。ところが安泰寺来てからすぐの時代にね、釈迦台のある人から、今度の接心が終わった時にうどんをご供養させていただきますって話があったのね。だからそれは大いに結構ですって、こっちはもういつも腹減ってる自分だよって、接心が終わった頃に
うどん屋さんがうどんをパッとこう運んでくれてね、明日はつるつるっと食べるっていうのをもう想像しただけでもう待ってましたっていう気分が、それでその喜びをだ、あの老子にもいい、それからみんな一産のものって言ってもまだその頃も4、5人だけれど、それみんなあれして、この接種が終わったらすぐお昼の時のうどんだっつって、そして当番の時、あの時当番誰だったか知らないけど忘れたけど、もう何もしなくていいや、それをお湯を沸かしておこくぐらい切っときゃいいって言っといたんですね。そうしたところが、そのそれでちょうどお昼ぐらいになったらうどん玉持ってきたよそうするとだね、うどんには違いないけれど、これは、ね、そのまんま食えるってそうするとね、これまた問題で、その接心終わってみんなが出てきたところですぐカチカチカチって叩いて、そしてご飯で反対にするってわけにいかないんで、ほぼ大急ぎでお湯を釜に入れて一生懸命沸かしてるわけだよね。それでまたその時も沢木老師に言われたね、そのよく天族のこのぐらいの十人足らずのその接心のあれだから、まあそれでもいいけれど、これが昔のように何百人何千人中で総人だったら大事になるってね、天蔵っていうものはよく話を打ち合わせて、そのぬかりのないようにしなきゃならないぞって、そんな言語を通ぜざれば天蔵にあらずと本当に言われたそれでもまたその頃まだその言語を通ぜざれば天蔵にあらずっていう話ピンとこなかったで、これはね、要するに全体のあり方を本当によく知っていなければ、その言葉一つも通じないってことですね。それを知らなきゃならない。みんな言葉ってやら通じるもんだと思ってたら大違い。早い話が、例えばまあ今時よく観光旅行っていうんでね、町内会とか、まあ、会社の慰安旅行とかね、あるいは農協さんとかっていうんで慰安旅行に行くじゃないですか。どっかいい旅館をって言って、そのいい旅館を探すのに、この、あれですね、安い旅館が、値段の安い旅館がいい旅館なのか、あるいは景色の眺めがいいのがいい旅館なのか、あるいは料理がおいしいのがいい旅館なのか、あるいはその女遊びがさせる旅館がいい旅館なのかって、みんなをそれぞれその仲間の思惑っていうのは別だと思う。老人ばっかりのね、会に持ってって女を抱かせる旅館に行ったらそんなとこへ連れてったってちょっと見当が外れるでしょ。そうかと思うと今の連中、まあ、朝鮮へ行くって言うと汽船遊びしようってだけが目標で行くって言うんだからね、こうそんなのに持ってって景色のいいっていうね旅館連れてったってしょうがない。そうするとね、やっぱりこれもその社員とか町内会とかあるいは農協さんとかっていうね、そういう一同の連中のその思惑がどこにあるのかっていうのをよく知っておかなきゃ、いい旅館っていうのが見当が外れちゃう。でその点ね、今仏法でもそうです。仏法でも仏法全体の体系をよく知っておかなきゃ、仏法の言葉は全く見当外れになる。でだから今そのまま心がこれ仏って言ってそのぐらいでもって我々のその成長の家は仏教の話を分かりやすく
言ってるんだっつって、そういうのは書いてあるけれど、それが全く見当が外れてるってことね。それさえもわからない。でこの巻、この即身是仏の巻はね、そういう間違いを本当に指摘してですね、正される話が書いてあるんで、それでこの巻をこう、まあ、ゆっくりよく味わうことによってですね、仏法そのものの話を学ばなきゃいけないね。でまずそれが愛として、本文を読んでいきますと、仏仏注いまだ免れず保人引きたれるは即身是仏のみない。保人という言葉、さ道元禅師よく使われますが、これは保護臨時っていうね、だから保人護持でもある、要するにこう守っていくっていうことだ。その仏、どの仏さんもどの仏さんもどの祖師もどの祖師もその守っているのは、その守って護持してきているのは、その即身是仏だけだ、これが実物だ、即身是仏っていう実物を守っている。しかあるを祭典には即身是仏なし、新端に初めて聞けると。しかしその祭典というのはインドですね、このインドでは即身是仏っていう言葉はなかった、そういう表現はなかった。で新端に初めて聞けると、新端というのはシナですね、シナに入ってきて初めて即身是仏っていう表現が出てきたわけね。実物はインドからのお釈迦さんから伝わってんだけど、表現は刻々に変化しますからね、変化し発展するんだから。で即身是仏っていう表現はシナから始まった。これはね、明州大大王将バソニーといかなるかこれ仏、そういわく即身即仏、こういう和がその大大王将がね、その馬祖大師にいかなるかこれ仏って聞いたら、そしたら即身即仏っていう答えをした。それを聞いてこの大大王将はあれですね、北条禅師は大磐山に隠れて隠姓しちゃったんだね。そうしたところがある時坊さんが山の方へ入ってって見たら、そこに隠姓してる。それで、どうしてこんな山の中にあなたは隠姓してるんですかって言ったら、隠姓って隠れ住むんですよ、隠姓しているんですかって言ったら、わしはその馬祖大師に即身即仏っていう言葉を聞いて、それからここへ来て、そのもう何年か、とにかく、あれ 葉っぱが出てき葉っぱが落ちて毎年そういうのを繰り返してるだけだっていう話だ。それでその和尚がね、この頃は馬祖大師はそのちょっと趣旨が変わって即身即仏っていうのはやめて非身非仏って言われますよって言ったね。そしたらね、和尚他を悪乱することを甚だしてね、他はさでもあら、他はさもあらばあれ、我は即身即仏っていう大概の書がされた。それをね、馬祖大臣のところへ来て、他はさもあらばあれ、我は即身即仏って頑張ってますよって言って話したらね、梅子熟成ってね、梅の実がその
もう熟したなって言われたっていう話がある。 その輪からですね、この即身是仏っていう言葉始まったわけです。で、学者多く誤るによりて執着受作せずと、今言うように即っていうもんだからインスタント仏法ぐらいのつもり理解する間違う。で、生弱受釈せず、この生弱受釈っていう言葉ね、また珍しい言葉で、の文字通り読めば誤りを持って誤りにつくっていうことなんだ。で、悪い意味で、いや大いに誤るっていうことですね。しかし今道元禅師が使われている意味はそうじゃない。ここではね、その式っていうの式にはね、そのことをそれにするというほどのことで、それをそれと それをそれにするっていうほどのことっていうのが、まあ、あの意味だ。まあ、西相禅師の経的にも、そのものを持ってそのものに相続していくこと、つまり脇目も振らず水も漏らさぬ消息、純一無造のことっていう、そういうのが出てる。結局そういうことだね。で、お聞き書き書にはこれは生弱受釈おば唯心唯仏余仏と心うべしって書いてある。だからただ仏さんが仏さん、仏さんのが仏さんの言葉を初めて分かるね。だから本当に唯仏余仏っていうのと同じ言葉だ、こういうことです。だから生弱受釈っていうのは そのものと一枚になった、こういうようなところ。で、生弱受釈せざるゆえに多く下道に霊落すと、その即身是仏ということをそのまんま純粋に受け取って相続しないから、それでみんな下道に霊落するんだ。いわゆる即身の輪を聞いて知人思惑は修行の余地念学の未発菩提心なるを、すなわち仏とすと思えると。で、要するに即身っていう言葉を聞いてみんな心そのまんまって言うんでね、俺みんなわかるもんね。わかるのがくせ者だ。で、修行のあの両親年格、大概の人心ってや、この自分の心それでそのいろいろ考えたり分かったり感覚したりするところのものだね。それを心だと思う。これあの、面山さんの師匠の尊王収益っていう人、この尊王収益っていう名前も面白いね。損する大きな、それで収を益するっていう、そういう意味。徳は迷う、損は悟るよ、あの、っていうね、そのまんまあの自分の名前にしてる人がいて、この尊王収益老人のね、剣門法影あのことを書いた、面山さんが書いた剣門法影記っていう本がある。その剣門法影記にはね、尊王老人が、尊王老人とそれから晩慶禅師とね、同時代の人です。晩慶さんのしかし出会ったことはないらしい。で、尊王老人が晩慶さんの方から来た雲水に、尊王老人、晩慶禅師は一体どういうことを言われるかって聞いたんですね。そしたらその雲水が不生の仏心を言われてて、この不生の仏心とはこうして説教を聞いている間でも
その戸外でもってチュンチュン言うスズメの声も聞こえる、それからワンワンという犬の声も耳に入ってくる、そういうのが不祥の物心だと言われます。こういったりとね、こうしたらね、尊王老人曰く、それだったらね、単なる第六意識の、第六意識っていうのは、まあ、普通の我々で使ってる意識のことですね。意識の、呪文の分際じゃって、呪文っていうのはただ入ってくる受け、式、呪、相、行、式って言われる、その呪文ですね。受け入れる。そういう呪文の分際です。でただし盤慶さんはそんな簡単なことを言われているんじゃなかろうって言ってるところがありますがね、これだからね、盤慶さんの不祥伝っていうのもうっかり見ていると、その程度に受け取ってる人が多いわけだ。でこの我々の旅地年覚要するに意識ですね、これを促進の心だと思ったら大違いで、身仏母大臣なるをすなわち仏とすと思える。この仏、我々の心、これがそのまんま仏だって言ってね、でそれしかも全く身仏母大臣、それじゃあここに言う促進の真の意味じゃないんだと、こういうことね。これがこの身仏母大臣、仏母大臣というのはどういうことか、これがまた問題だ。で今もその私の失敗話今お話ししたけどね、まあ私自分の失敗話なんていうのを簡単によく言う男だ。他の人、大概の人は自分の失敗話はもうひた隠しに隠してる人多いもんね。だけど私は割に簡単に言う方だ。だけれどそれにしてもだ、本当のね失敗話は言えないですあの割にあんまり体裁の悪くない程度の失敗はないで、本当にね思い出しただけでも顔が赤くなるね、あるいはその残機に耐えないっていうのは、そういうようなことは絶対に言わない、心配しなくていいでところがね私なんかまたその失敗もたくさんしてるけれど、それこそ思い出しただけでもう俺は生きていられないっていうのはね、そんな気分になるような失敗話がいくつもある。本当にいくつもある。そして自分に自分の愛想がつき、これは私だけじゃないんじゃないかと思うんだ、みんなあるんじゃないんだろうかと思うんですね。まあ、人のことだかわかんないけど、でこの思い出しただけでもその自分に自分の愛想が尽きるっていう、でもねこれが夫婦ならだったらで夫婦別れするってことできる。だけれどこの自分の場合ね、俺を思い出した、お前を思い出しただけでももう気持ちが悪くなるだからもう別れてくれってね、そう夫婦別れできない、俺のことだからそれで、ね、この時どうするかこれ我々本当にそういう失敗だとかね、失敗ぐらいならいいけれど、それによってうんと人を傷つけてっていうね、そしてとうとう死なしちゃったっていういうようなの、これもう一つの大きな罪業ですよ。そういう失敗や罪業を
おかし、あの担ぎながら、しかもなおね、自分は自分を生き抜かなきゃならない。これのその点ね、我々ゆっくりその今度この辺、皆さん、いや皆さんをそういうあの思い出しただけでももう生きていられない気分になるような、そのそんな失敗や失敗や財布を担っているだとね、押し付けやしないですよ失敗じゃなくて、しかしもしそういう人がいるとしたら、しかし それを大概はこれは俺のせいじゃない、やっぱりあの時はあの時の環境として境遇としてああせざるを得なかったんだと、こうそこで見えるじゃん。あるいは俺の育ち方がそうだったんだ、あるいは教師がそういうふうに、俺を、教えちゃったんだ、あるいは社会が悪いんだってね、俺大概ぐるっとこう逃げちゃって、それで生きてんじゃない我々ね。そこでね本当のことが出てこないんじゃないかと思う。それをね、あの失敗や財布を本当に見つめて、これは俺は生きていられない、これは俺がどうしてもその最後までの担いでいかなきゃなんないんだってこういうことをね、まず自分に決めてかかる必要はあるんじゃないか。しかもなおね、それでもなお生きようっていう、生きていくっていうところに初めて本当の生命力っていうものがあるんだ。あの、枯れ木ってやつね、私もあの松の木の枝をたくさんいつもこうあんたにいた自分の、木の上に登って切り落としてたんだけど、俺どんな太い枝でもね、枯れ木ってやつはね、その上へこう乗っかったら危ないです、パキッと折れる恐れが。それに対して生木ならば、生きてる枝ならね、のほんのこのこのぐらいの細い枝でも乗ってて何ともない、大丈夫です。これこう力が加わってパキンとね折れるのが、これは生命がない。それに対してその力が加わったらたわみながらも、しかしそれに耐えてまたその、折れずに立ち直るっていう、これが生命力ってことです。だから我々も自分で自分が愛想に尽きる、それほどのその財業を担いながら、しかもなおそれに耐えてですね、のそれを乗り越えて生きるというところに本当の生命力が現れる。それをそのぐらっと、これはあのその時の環境のせいだ、社会のせいだって言ってね、こう持ってっちゃうと、それが逃げちゃってるから本当の生命力が現れる。でこれはどこまでも自分が自分を、ね、担うとか、そういうところで、しかしそこからもっと生き抜くと、それを乗り越えて生き抜くっていうところに純粋の生命力が現れてくるね。それが発母大神だと思うんだ。例えば私なんかでもね、それこそ沢木老師のもとにいて、今言うように本当に頼りない人間がね、沢木老師っていうの音に聞こえたあの大声で、そのあれでしょ、なんて形容したらいいのか知らないけど、あのどぎつい和尚、そこにいるんだから、これはもうしょっちゅう怒鳴られ詰めに怒鳴られてきてんだ。そして、それこそ宗師に失明するほど叱られてる、おまけに殴られたこともある。で丹波の
十法寺なんてそんなに六畳四間のとこだからね、三郎氏の声は大きいんだから、怒鳴り始めりゃうちがグラグラ揺れるもん。あっと気がついてみたら誰もいなくて、私だけが老子のそばにいたって、そういうことが多かったね。でそれに今私考えてみるのに、まだ俺はそれだけはマシだったなと思うんですね。つまり偉かったとは私は思わない、まだマシだったとは思う。のそれが私のいわば保身だ、保坪大臣だったんだからね。だからこのね、我々自分で自分の愛想が尽きても、しかもなおそれを乗り越えて生きようとするっていう、その生命力を信じていなきゃダメだ。本当にね、何より大切なのは自分の生命力を信じてることだ。いや病気してもそう、病気してもね、その病気で簡単にああダメだっていうのはポキッと折れちゃう。そうじゃない、その俺の生命力っていうのね、俺治るもんなら生命力が治してくれると信じているとかなきゃ、そしてその生命力に従って発母大臣する。そしてその生命力のままに努めるということが、これ修行のしどこだ。で、そしてその生命力そのもの発言現状をする、これがね、菩提涅槃ですよ。発心修行菩提涅槃っていうね、まあ、の後の方にも出てくるけれど、結局大切な要素はそこだ。発心修行五大涅槃というと、あんまり今の我々から何ていうかな、言葉として遠くなりすぎるからね。でよく自分に当てはめてっていう、自分に当てはめてっていうとそういうことだ。だから決してね、今発心修行って言っても坊主になってこの道で一生食おうって、そんなの欲しいんじゃないんだ。それは職業選択なんでね。で、そうじゃない。本当に自分の生命力を信じ、自分の生命力のまま生きる。それが欲しい。で、だから欲しい修行って言っても、決してね、自分にないものを手作りするんじゃない。で、盆さんになるって言っても、盆さんのそのいわば坊主らしい仕草を身につけるって、そんなこっちゃないよ。私もね、散歩、この前のもう散歩に歩いて行ったら、横丁から出てきたところへこの盆さんに出会ったね。これ信州の盆さんらしかったな、信州の盆さんらしかったけど、急に出会ったんだね。そしたらその盆さんパッとこう自転車から飛び降りてね、おいにご苦労さんでございますってこう言ってね、出てこってったら、感心した私。あのくらいね、やっぱり盆さんは愛嬌だよって言ったっていう言葉は聞いたこともあるけど、あのくらい愛嬌を身につけてるとね、これは盆さん憎まれないね。パッとその場でもって「おいにご苦労さんでございます」ってこうね、愛嬌よく言ったもん。ああいう技術をね、身につける。いや、人に出会ったらね、だからこれも一つの技術だ。そういうような坊主としての癖がついて、でいかにも盆さんらしくなったって、そんなのが発心修行じゃないと。で、発心修行っていうのはね、そういう作り事するんじゃない、自分が本当に自分になる、決していかにも自分にない他人になることでもない。で、結局の話、いや、これ私の場合でもそうですよ。サーキモンカーって言って、愛して沢木同士の
元で修行した人には佐々木老師の真似する人が多いもの。佐々木老師みたいに何かっていうとこう、何て言うかな、その怒鳴りつけたり気張ったりっていうね、そういうようなぶばった人が多いね。私は初めからそういうのを真似するのが修行とは思わなかったんだね。こっちはちょっともうあれはそれこそやることは何もできなくて、もう知恵だけは持って坊主になってんで、ね、それでそういう真似をするのがもうあの修行とは思わなかった。それで結局の話何、最後に考えてみたら佐々木老師が死んだ時点でもって考えた。スミレはスミレの花が咲く、バラはバラの花が咲くって、これが大切だと私は思った。で俺は俺なりの花が咲きゃいいんだっていうね、その辺が発心修行菩提涅槃の大切なところだ。でこの発心、そういうような意味の発心修行菩提涅槃のありえないところ、ないところ、即身是仏っていうことはありえない。これがそれを今修行の旅地年覚の未発菩提心になるとなるを、すなわち仏とすと思える。あの全くそういう発心を未発菩提心、発菩提心を起こさない、そのまんまであの仏だと思ってる。これはかつて少子に合わざるによりてない、道元禅師も言われてるけどね、大体本当に無常を感ずるか、あるいは少子に出会うか、あるいは競争を諦めるかってね、この3つのないところにはね仏道修行はありえない。そりゃそうだ。今あの本当に自分の間違いを正してくれるね、この師匠がいなくちゃダメだ、あるいは、仏教の勉強を本当にして、そして競争を諦めたらまたそれが分かってくるかもしれないし、それから本当に自分の生命の無常を感じたら本当が現れるかもしれない。しかしそれのいずれもなかったら全く仏教、仏法は学ばざるにしかずだ。で、下道の類となるというは、最天竺国に下道あり千里と名付く。インドにね、あの千里下道、これは梵語で、梵語を千里って当てただけで、その遊軍下道あるいは将軍下道、こういう遊軍とか将軍とかいうインド哲学の中にも出てくるでしょ。で、彼が賢者の曰くは、大道は我らが今の身にあり、その手頂くはたやすく知りぬべし、いわゆる苦楽をわきまえ、霊断を自治し、通用を領地する、万物に耐えられず諸教に変わられず、物は古来し今日は消滅すれども、霊地は常にありて不変なり。これを見ると本当に今の成長の家の言い分と同じだね。で、今の世の中には成長の家は宗教の代表ぐらいを持ってる人もいるもんね。で、彼の賢者の曰くは、大道は我らの身にあり、
その手いたらくというのはその様子ですね、はたやすく知りぬべし、いわゆる苦楽をわきまえ霊団を自治し通用を領地する、まあいろいろの感覚近くの主人公がね、そういう感覚近く、あるいはその苦楽をわきまえるというから、そういうあれだ、思ったり分かったりする、それの主人公、それを霊智という万物に冴えられず諸教に関わらず、これは物は巨大して成長の家もよく言うね、物は心の影、物体は心の影っていうじゃない、ないと思えばない、病気もない、ないと思えばない簡単なっていうのでもうの要するにそういう外のものはあれで自分の思いですね、心思いだけが主人公、それでそれを霊智と思った。で霊智は常にありて不変なり、この霊智広く周辺せり、北海に周辺するんでいっぱいになってる。で梵鐘元霊の客員なし、凡夫も仏もあらゆる生類一般がみんな持ってる、そういう霊智はね。だから例えばネズミっていうんでも、そのこうネズミっていうのはそういうこうあの細いところでもちょこちょこちょこちょってこう渡るじゃん、これやっぱり霊智があるから、そういう霊智があればこそ、猫はネズミを取る、それはそれをまたこれみんなネズミの霊智、その猫の霊智だ、これ梵鐘元霊の着衣なし、その中にしばらく猛暴の空下ありといえども、一年相違の地へ現れぬれば、でそれはその、いろんなことを考える、思う、その思い違い見違いというのがある。でその中にしばらく猛暴の空下ありといえども、一年相応の知恵現れぬればっていう、そういう見当違い思い違いを正す知恵さえ現れればということですね。物も傍事長も滅しぬれば、霊智本性を一人了了として陳情なり、そのそういう霊智がたとえ思い違い見違いなんていうのをしても、それさえ正す知恵さえあれば、物もなくなり、それから今日も滅しても霊智本性一人、今我々の思う力はね、一人了々として陳情なり、陳情ってのは鎮座常住だちゃんとこういて、そして常住なたとえ真相は破れぬれども、霊智は破れずしていずるない、この我々の体がね、その破れても霊智だけは破れないよ、そしてこう出ていく。例えば忍者のしっかり役るに車種入れて猿がごとし、うちがその火事で焼けた場合、その家主は、その家の主人公、住んでる人をちゃんと家から逃げ出してね、で家は焼けるけどその住人は命助かるようなもんだっていうのね。つまりそのここで我々が死んでも個人的霊魂は残る、その点私のところ、まあ、いろんな人からどういうつもりなのか知らないけど、いろんな人からいろんな本を送ってくださるんですよね。
そうするとまあそれ一応まあちょっと目通すけれど、この前も面白いの書いてあったな、死んだ親が死んだんですね。それで新式で